はい、ミュウです今日はですねフォームウェアのアップデートをやっていきたいと思いますでですねまあこれを続けていこうと思ってるんですけどまあちょっと長くなったらですね2回3回とかに分けてご説明させていただきますでゆっくりやりたいと思うんで ゆっくりやって、じっくりやっていきますで。丁寧にご説明していきます。でですね、フォームウェアする場合ですね、多分一番最初にやり始めたばっかりだとですね、わかりづらいと思うんですよ。なので、ゆっくり説明します。えー、っとですね、まあこれは、 ベータ FBB85 と同じ、まあ、フライトコントローラーがついてるんですけど、えーっとですね、こちらのこのブートボタンっていうボタンがあるんですよでこれを押してもらいながら USB つなげると、まあ、フォームウェアの、えー、機能 が、まあ、有効になりますよっていう感じでですね。で、これ、ブートボタンって言われてるやつなんですけど、その前に、普通にですね、USB をですね、えー、ここにつないでもらってですね、まあ、あのー、このフライトコントローラーっていうやつは、この USB、マイクロ B っていうやつでこう、つながるんですけど、まあ、全部、一回つなげてもらって、 ーマを動かすと、まあ、画面の中のマシンもその方向に動いてますよっていうね。でですね、この最初に、まあ、ドローンを、ーベータフライトにつなげられるドローンを買った場合、最初に自分のプロポとバインドさせて、で、こういうふうに。 動きますよっていうのを確認していただいてちゃんと動いてるか向きが合ってるかを確認してもらうとで確認したら次にこれですねこれまあ指示通りになってるんですよこれはまあデフォルトのままなんですけどここスマートオーディオっていうのになってるんですけどこれが まあ、VTX の設定、まあ、画像送信装置を、まあ、プロポで、えーこううん、変えれる、まあ、システムで、まあ、これはこのままでああ合ってるなと。でですね、次に、ここの、うん、ちょっと見えてないですね。ここの、 ギアのマークみたいな、携帯でいうなんか設定マークみたいなボタンを押してもらって、このディスショット1200になってるなとか、これまあ車種によって1200になったり1600になったりしてます。でまあそれも確認してもらって、で、一番最初にベータフ、うん、ベータフライトにつなげられる機体を買ったら、まあ確認項目で、 合ってる合ってるっていうのを確認してもらってでプロペラがついてる、えー、向き回転する方向ですよね1番だったらまあ左回転なのでプロペラがちゃんと左に回転した時に風を受けれるような方向になってるかっていうのも確認してもらうえっ、ー、とその方向が、えー、出てるのがですねこちらですね こちらで、まあ、左回転、左回転、右回転、右回転になってるかどうか。で、合ってるか合ってないか。で、例えばこれがですね、右回転がこっちで、あ、右のプロペラがこっち一番ですね、が、あ、右回転方向についてんなと出来上がってるやつがですよ。 だけどこれ逆だわっていう時はまあモーターの,逆この回転方向を変えてもらえれば変わるんで大丈夫です次にですね下に下がっていましてここの受信機の種類っていうのがあるんですけど ここの部分をですね自分の使ってるプロポに合わしてもらうんですよでそれを合わしてもらってで次にスーッとこう下がっていってですね LED ストライプをサポートするかとかいろんなこのサポートがあるんですけど、まあ、最初はこれ何もいじらないで多分これねいけると思います で、音を出すのは何があった時に何で音を出すのかいっていうのがありますので、それもまあ自分でこれいらない、いらないっていうのがあれば、えー、このバーを動かしてもらって、必要なやつは消してもらうという感じになりますね。で、うんと、これ保存で起動したら、保存されます。再起動したらですね。で、ここはまあバッテリーの電圧、 電圧うーんと、ユッセルあたりの電圧がなんぼでっていう感じになります。で、これ、まあ、いじってもいいんですけど、まあ、いじらないでもいいです。これは、正確に、まあ、バッテリーの電圧が測れてないっていうんでしたら、まあ、変えてもらう感じですね。 で、こっちは PID って言ってその反応ですね。スロットルに反応をどういうふうに反応させるか。まあ簡単に言ってますけど。で、一番最初に買った時はバインドしてもらって、で、順番に設定していきますと。でですね、えっ、ー、と、ここで、えー、プロポの、スティックの数字、数値、 がいくつになってて、まあ、いくつになってますよっていうのを確認してもらうとで、まあ、パート4あパート5ですねパート5で突、まあ、っ飛ばして軽く説明したやつをゆっくり今日は説明させていただきますでそれも、うん、と丁寧にいきますんででこれ うんとですね、今、バッテリーつないでないので、まあ、受信機の電源が入ってないんで、バッテリーをつないで、えーまあ、やらなきゃいけないんですけど、例えば、まあ、今、冬なんで、ないとは思うんですけど、もしあれば、夏とかね、扇風機とかで、VTX っていう画像送信機がついてる場合は、VTX を冷やしながら、まあ、セッティングしてください。 VTX っていう画像送信装置ついてると熱持つんでそれは冷やしながらやってもらうとで次にセッティングまあこの順番は前後してもいいんですけどセッティングしてもらうとでモードっていうのがですね前回の動画でも説明したんですけどここで自動,運動ここをですね見えてますか ここ,ですね、ここを、えー、と自動にしてもらえば、えー、そこのスイッチ、えー、プロポについてるスイッチを、えー、っとここに割り当てたいと思ったら自動にしてもらってそのスイッチを,を使うとそこが AX なんぼになってますよっていうのが勝手に勝手にじゃないですねスイッチ動かしたら自動にしてるとそこがそこですよっていう値になります。 で、次にこれがモーターです。で、ちゃんとモーターが回るか回らないか、もう確認した方が本当はいいんですけど。5インチとかはペラ自分でつけてるんですけど、こういうベータ85とか75とかを買うと、もともとプロペラ、モーターにプロペラ付いちゃってるんで、危険なんで、まああんまりおすすめしませんが、 もし動くかどうか確認したいとか次ステップアップするのにね5インチとか作った時にまあ例えば1個ずつ1個ずつモーター動かしたいっていう場合はですねこれ1番2番3番4番4個しかモーター次なんで4番までしか出てませんで1個ずつ動かすんだったら1番の下についてるこのバーを上に上げていただくとあここのスイッチまあ喋らないで入れちゃったんですけど これ何が起きてもいいですよっていうスイッチなんでこれを押さないとまあ動かないと動かないです。でですねこれをこういう風に上げていくとこうやってモーターに電気が流れるんですけど今うーんバッテリーがつながってないんで動きません。で4つ同時に動かしたいっていう場合はですねこっちをこう上げてもらうと4つ同時に動きます。 でこの OSD っていうのはですね、画像送信装置で、えー、ゴーグルとかモニターに映ったときに、えー、何を表示するかですね、えー、ローバッテリー表示するのか、ね、アンテナの感度を表示するのかっていうのをここで決められます。でここ LED ストリップって言って、LED の光り方を えー、制御できます。で、これもまあ、およい、こうやってやったらできますよっていうのはやっていきたいと思います。で、一番最初に、買って何をするかっていうことですね。今ご説明してます。で、えー、っと、一応一通り説明させていただいたんですけど、次にん、フライトコントローラーのバージョンアップ。 新しい、えー、プログラミングをダウンロードするっていう方法を、まあ、ご説明させていただきます。フォームウェアアップデートってやつですね。で、この、えー、とフライトコントローラーが、えー、何を使ってるかっていうのが、えー、と左の一番下のところにしを押していただくとこの画面になるんですよね。で、ここに まあ、ステータスでもダンプでもいいんですけど入れてもらったらえー、少々お待ちください。と、dump っていうのを入れてもらう。dump って押してもらって、まあエンター押してもらうとこうバーって数字が出てくるんですよね。でですね、うーんと、押してもらって で数字できたらバーンと一番上まで行きますと。で、一番上まで行くとですね、これが、えっ、ー、と、今のプライトコントローラーのバージョンですよというのが出てますね。ここに。 3.57っていうやつのバージョンが入ってますよっていうのがわかりますでオムディバスオムィバス F4SD っていう SD かな入ってるよっていうのがわかりますで後ろに書いてあるのもうわかると思うんですよねであこれがこのやつが入ってるんだっていうのが分かって で確認してもらって、まあシャメでも何でもいいんですけど、撮ってもらって、できた。これが、このバージョンが入ってるっていうのがこう分かりますで。バージョンが分かったら、えー、一回これ切ってもらってですね、で、えーっと、もう一回繋がっちゃうんですけど、自動になってるんで。 でうんと、一回切ってもらって USB 抜いてもらってですねで次にバージョンアップするのに、えーえー、ブートボタンっていうのがあるんですけどこのブートボタンは、まあ、この車種だと、えー、ここのボタンになりますねここれれです見えてるかなこれです。これ これを、えー、押しながらですね、えー、USB をつないでもらうとどこだ押せない押しづらいこ押してもらってまあピンセットで何でもいいんですけど押してもらっての USB をつなげると ああ、普通に繋がっちゃいましたね。これね、うん、とちゃんと,、えー、と押しボタンが押ささった状態で、ちょっと待ってくださいね。押せないな、ちょっと待ってくださいね。押した状態で、押したまんまで繋げると、はい、この D、 DUF ってていうのが出てきますねでこれ DUF っていうのが出てこない場合もあるんですよでまあパ、えート5で説明させていただいたと思うんですけどその出てこない場合ですね DUF っていうのが出てこないいや押しっぱなしにしても何してもコムポートも出てこないよってでこの DUF っていう,、うん、あのもうバージョンに入るとこれ見えてるかな 見えてなないかこの DUF っていうのがまあバージョンアップの準備を準備は完了してますよってことなんですけどんとそれでこの DUF っていうのが出てこない場合ですねこちらの、まあ、見えてるかなうんとですねこちらの、まあ、アプリっていうんですかね ソフトをダウンロードしていただいたいただいてえっ、ー、とダウンロードした後えっ、ー、とですねうんとベータフライト立ち上げてもらうで縮小って言って今ここのバーにあ映ってるんですけど縮小してもらって 縮小しててもらってあ違う違う違う、ベータフライトを立ち上げてもらって、えー、ブートボタンを押し,押したまま USB をつないでこれ起動してくださいでまあ起動する時に、まあ、ベータフライトをまち縮小してもらって、まあ、下のバーのところに残しておいてもいいですし、まあ、消しちゃうと、まあ、あんまり意味ないんでこういうふうにしてもらって これを一回起動するんですよ。まあ、ダウンロードした1回目ですよ。でダ、ダウンロードして1回目起動してもらって、トゥルルるるルル,ルルって探すんですよね。その USB の、えー、DUF っていうのを探してます。なので、えっ、ー、と、その、ブートボタンを押したまま、えー、ベータフライトを立ち上げて、ブートボタンを押したまま USB つないでもらって、 ベータフライト縮小してもらって、これダブルクリック、こちらですね。ダブルクリックしてもらって起動する。で、デリルデリルって動くんですよね。まあ、パソコ高とかでまあこういうふうに動きますよっていうふうに、多分やってると思うんですけど。で、その、デリルルって動いてたら、ピョンってこう、結構時間かかります。Windows 7の場合ですよ。10とかはわかんないんですけど。で、ピーンってこうなって、 あの一列ずーんってこう、なんちゅうのさね、動かなくなって、ビヨンってバーが全部色変わったら、色変わったら、それはもう、えー、終了していいです。で、終了したら、まあ、ここに、えー、下のところに、ベータフライトがあるんで、これクリックしてもらって。そうするとですね、こういうふうになってます。 で、この DUF になったら、ですよ。なったら、えー、ここのボタン。ホームフラッシュっていうところがあるんで、こうしてもらうと。で、ん、再起動シーケンスなしとか、ね、接続時に書き込みとか、チップメモリーの完全消去とか、転送速度の出動、 んぬんぬって書いてあるんですけどえーっとですねこれはまあそのままモグリアスのさっき見た F4SD になっててんでなってるんでそのままでいいんですけどまあここをクリックしてもらうとまあ自分が今使ってるフライトコントローラーの名前と一致させて 次にここのフォームウェアが何ぼですかっていうね。4.1、4.11っていうのが一番新しいのかな。そうですね。で、こっちにしてもらって、 で、フォームウェア選択っつって、やるんですよ。そしたら、フォームウェア更新っていうのがあるんで、押していただければ、フォームウェア更新しますということです。で、フォームウェア更新しますって言ったとしても、えっ、ー まあ更新し私の場合は更新しないですけど、まあ、更新しますって、更新していいと思います。でアップデートツーとかってこう書いてあるんで、まあ、英語で書いてあるんですけど、まあ、とりあえずね、もう書いてますよと。で、ここに、えー、オムリンバス SOU バージョン4.11ですよってベニューリューリュリュー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 ーリュ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  で、まあ、更新してもういいと思います。で、更新し終わったら、えー、リリリって更新し終わったら、勝手にギュンってつながるんですよ。あのー、再起動ありかなこれオフにしたで、まあ、再起動なしとかっていうのがあるんですけど、ま、つながって、接続されます。で、まあ、バーンってこう、ゲージがビューってこれね、 フォームウェア更新をすすとなりますとでここの電波速度の撤収動とかっていうのこの2600とかっていうのがあるんですけどこれね人によってやり方が違うんですよ。えー、っとメモリの完全消去をする人もいますしまあそういうのしないでそのままフォームウェア更新したりする人がいるんでどっちが正しいのかって言われるとはちょっと微妙。 なんですけど、じゃあそれが絶対正しいかっていうと、それも間違いでもないし、正しいのかっていうと正しくないのかもしれないし、それはわかりませんが、人によってやり方が違います。で、フォームウェアアップデートしたら、えー、まあ普通に、えー、終わり、終わりました。で、えー、まあもう一回普通に、 つないでもらって、したらコム、コムナボっていうのが出てきます。で、一番最初にですね、うんと、ブートボタンを押して、えー、最初から、最初からね、さっきの言ってた、えー、さっきの言ってた、こちらが入ってる場合だとですね、 んとブートボタンを押すと,、えー、ちょっと、ドライバーのインストール中っていうのが出てきます。で、えー、これが入ってない場合だとね、多分、うん、出てこないんじゃないかなと思いますね。もう入っちゃってるんで、ちょっとそこまで詳しくはちょっともう忘れちゃったんですけど、だけど多分出てこなかった。 かな出てきたかなわかんないですけどまあでもドライバーインストール中ってなっ,んなった方が、まあ、ドライバーはインストールしてますよってことになるんで多分ドライバーはインストール中ってなったかもしれないですねこれ入ってなくてもでもえっ、ー、と DUF?D に D, D なんだっけ <laughs>、うん、でそれにならない場合は、えー、とこちらの方インストールしてもらうんですよ ながりますでうんと昔今のフライトコントローラーなのかはわかんないんですけどこれつなげなくてもな入らなうんこれつこれ入れなくてもつながるみたいですねまだ知らない人がいるんですよこういうのありますよっていうのがだけど多分ね、まあ、前回の動画でも言ったんですけど多分7年とか6年かわかんない10年ぐらいかな わかんないですけど昔のフライトコントローラーも、えー、そのブートボタンを押してつながらなかったんですよなんで私もまあ調べてまあこれがいいよっていうブログを見つけてこれをインストールしたんですけどでこれインストールする、えー、URL、えー、説明の時に説明のところに貼っときます でえー、次にですねえー、っとですねパート4だかパート3だかちょっと記憶が定かではないんですがで5インチ作った時に、まあ、回転をパソコンでやるのはめんどくさいっていう人は配線入れ替えたら逆回転になりますよって言ったんですけど えーとパート5でさらーっと、まあ、チャーッと流しちゃったんで次はちょっと今日は長くなると思うんで、えー、次はこちらの説明をしていくかなと思ってますでですね今日はこれをつなげたいと思ってますんで ちょっとやりますねつなげ方だけやります。この中身は次回にこういうふうにしたらリバースになりますよとかっていうのは説明させていただきます。でですねバッテリーをつないで USB をつなげると。で USB つなげますよって。でつなげました。でバッテリーつなげますよっていう場合。 でこれもバッテリーつなげなきゃいけないんで VTX 送信機をつけたままでやるとですね熱もつんで冷やしながらやってくださいで,ですこのコムポートまあ合ってるんですけどまあ一応こういう風にしてもらってでコネクトっていうのを押すんですよねそしたらまあエラーになってますとでこれなんでエラーになるかっていうとですねこれ多分バージョンが古いんでしょうねこの こ,のこれがですねあこれいや違う違うこれバージョンが古いとかじゃなくて多分これが立ち上がってるからかなと思いますちょっと待ってくださいこれがつながっちゃってるからですね、えー とこれを立ち上げてもらって今ベータフライトの方に繋がっちゃってたんで繋がらなかったっすでこれやってもらって押してもらうとでそうするとビリビリってこう4つ出てくるんですよねでこれを押してもらうそしてこう今のバージョンはなれないですよとか出てきます4つそれでこれ押すと 出てきますって,言ってなるんででこれ、えー、多分ねバージョンが古いからねこれバージョンアップしてくれって言ってここに、ね えー、連れて行かれました <laughs> でバージョンアップしなさいよっていうことですでこのバージョンアップしてくださいよって言われてもですねこのバージョンアップしてくれって言われてどれをダウンロードしていいのかなって いう話ですけども、えーと、どれだこれ。私もね、パソコン苦手なんでね、あれなんですけど、えー、ここ、ここですね、うん、ここでダウンロードしてくださいということですね、えー そうですね。どこだー。ええー、と。えー、これね、どっち。 多分これでいけるかなあ,あ,あこれで、まあ、ダウンロード。 っていうのが出てきて、ダウンロードできるみたいですけど、うんと、うんとこっち、こっち多分ね、こっちは携帯用、携帯用って言ったらおかしいんですね。携帯で、まあ、設定できるタイプだと思うんですよね。これも携帯用ですね。これも携帯のやつ。 携帯これ携帯ですね。これ携帯でセッティングできますよっていうタイプですね。まあ、アプリって書いてあるんで、アプリの、えー、ベリヘリ S っています。こっちなんだろうね。 で、これが、えー、ベータのやつベータフライトベータゼロギューチップ6432、はい、これが、まあ、ダウンロードするやつです。 圧縮ファイルになってるんですけどこれどれをダウンロードすればええんじゃーっていう話なんですけどまあこの一番新しいやつダウンロードしたらいいんじゃないかなまあそこまではちょっとやってないんでえまあどっちかなっていう話ですね でちょっと待ってくださいよは今ねえー ここに出、えー、てくるんですけど、まあ、どれをインダウンロードしていいのかいのちょっと分かんないんですけど、まあ、それもまたおいおいちょっと調べてやりたいと思います。で、まあ、つなげてもらって、まあ、さっきのやつでできるんですけど、まあ、このパソコンだとできないみたいなんですけどね、<laughs> これ、これちょっと、ま、キャンセルにして、キャンセルに キャンセルにするとで、えー、これねもうバージョンアップしてくれって出てますからバージョンアップしないとダメなのかもしれないですけどですよねまあ次これまあこういうふうにしてくださいっていうのはやりますわ、えー、今回は終わります以上です 閉じたらピピピピピ,ピってなりますということですなのでまああれもちょっと調べます今日はこれで終わります以上です